残念なことでありますが、今月の9月30日をもって国産初の旅客機 YS11 型機が日本の空から引退してしまいます。それを惜しんで国立博物館で展示会が開催されています。日本は敗戦後7年間飛行機の製造を禁止されていました。日本の空、日本の飛行機、このキャッチフレーズのもと開発が始まった国産初の輸送機 YS11。 YS11 は基本設計の段階から狭い航路という実用を踏まえ、未着陸時の滑走距離が1000メートル程度の経済的な近距離中型輸送機を目指していた。これを実現するために馬力あたりの重量が小さいターボプロップエンジンを採用。またプロペラも機体の大きさに比べて大きなものを採用した。 YS11 は182機を生産。飛行機の本場であるアメリカだけでなく世界各国に好評を持って迎えられ、世界に羽ばたいていった。YS11 の活躍の場所は我が国の航空会社だけでなく自衛隊でも採用、さらにアメリカでも好評を持って活躍している。またあまり知られてない国々にも活躍の場を広げている。折からの東京オリンピックでは安全に聖火を届ける重要な役を担った。すでに東京から発着する YS11 型機はもうなく、地方空港、ローカル空港に行かないと乗れないような状況になっている。最終フライトも間近であり、鹿児島へ行くために別の飛行機で東京から福岡空港へ行き、そこから YS11 に乗って鹿児島へ向かいました。この愛嬌ある団子っ鼻は新幹線のゼロ系にも似て、なんというか懐かしさを覚える花面です。仕事で会社経営やってた頃は随分東奔西走し YS11 を使って出張に行ったもので、思い出深い飛行機でもあり、なんとなく懐かしさが込み上げてきます。飛行機内の自分の姿を記念に収めてみました。ご案内いたします。1965年の初飛行で YS11 型機が130日をもちまして日本の空から引退することになりました。 JAC では YS11 型機の長年の功労に感謝を込めて、ありがとう日本の翼 YS11 キャンペーンを実施しております。に輝く翼とターボプロップのエンジンを眺めながら飛んでいきます。下の方の景色ではどこだかわからないんですが、どの辺を飛んでるんでしょうか。福岡から鹿児島までの飛行時間は1時間ちょっとで、私にとってはあまりにも短く感じる。もうちょっと長く乗っていたい思いで飛行機を降りました。降り立った鹿児島空港では皆様それぞれいろいろな思い出が詰まった YS11 に向けて記念の写真を撮っています。バスの中から今乗ってきた YS11 が望まれます。鹿児島市内にご利用のお客様がいらっしゃいましたらお早めにご乗車ください。すいません。
島空港は快晴です。山々も覗まれ、最終フライト、私にとっては最後の YS11 に乗る機会です。さあ、楽しみな最終フライトです。乗り込みましょう。福岡空港への到着は定刻よりも5分ほど遅れました。11時45分を予定しております。窓際のエンジン全体がプロペラを含んで見えるいい位置を取ることができました。わずかな時間ですけども、まだまだロールスロイスダートさんを楽しんでください。ご登場いただきまして誠にありがとうございました。皆様にまたどこかで、かと申しますが、お会いできることを心を待ちにしております。本日はご登場ありがとうございました。このコンパクトな機内はなぜかとても落ち着きますね。帰りの飛行機の中で昨日とはまた別の搭乗記念券をいただきました。41年間ありがとう、数々の思い出を乗せて Y111 に、心がグッときました。眼下には海、有明海のあたりでしょうか、島々も望めます。もうそろそろ飛行機も終わりに近づいています。ありがとうございました。階段お気をつけください。残念ですけど、これで分かるんですね。はい、そうですね。30日まで頑張ってください。はい、ありがとうございます。私にとっての YS11、 これが最後のお別れですけど、名残惜しいですね。長い間お疲れ様。最後の日まで元気で飛んでください。ありがとう。さよなら。